はい、はい、はい、皆さんこんばんは、ホルキンです。インコです。今日はマックライト 3rd generation 2CLD を皆さんに紹介いたします。では行きましょう。まずは1回クリックして点灯します。これは、フーパワーです。閉めて2回クリックするとローパワーです。また閉めて3回クリックするとエコです。はい、そして今はモードを切り替えしてみます。テールキャップを緩めて、ここのボタンを押してテールキャップを閉めす。1回、2回、よし、今はもうアウトドアモードになりました。1回クリックするとフーパワーです。閉めて1回クリックすると、ローパワー、ローパワーです。また閉めて3回クリックするとストロープモードになりました。これはアウトドアモードです。はい、消灯します。また今はフーパワーですけど、今は橋桁のところ照らしていますが、橋桁までは40メートルです。このようです。焦点調整もできるんですね。フォーカスコントロール。あ、フォーカス。はい。ヘッド部を回すと、このように、はい、焦点を調整することができます。はい、スポットからワイドです。スポットではスポットの状態で、はい、鉄塔を、はいはい、照らしてみます。はい、鉄塔までは70メートルです。うん、くっきり見えますね。はいはい、はい、では次は、次は水門、水門までは140メートルです。はい、見えますか？はい、見えます。はい。では、私はちょっと歩きます。はい、見えます。